船橋・船橋は、埼玉県秩父市国と同荒川上電屋の間で、荒川に架か,かる秩父市道幹線12号の道路橋である。元橋は、荒川河口から 129.3km の位置に、架けられ、橋町 140.0m、総福院 10.0m、有効福院 9.0m、最大島町 69.3m の日経間の、 pct ラーメン箱下多峡の一等橋である。ラーメン橋なので、上部構造が下部構造と一体化した構造となっていて、側面から見ると t の字型を有している。歩道は下流側のみに設置されている。右岸の下下岸面と左岸の荒川流浪沿いの低地等を結ぶように掛けられており、右岸側と左岸側との橋詰めに、 大きな高低差があるため、縦断勾配のある橋で、南詰めは国道140号の船橋入り口交差点に至る。左岸側は築堤に接続されている。橋の管理者は秩父市である。西部観光バスの船線の走行経路に指定されている。右岸寄りのバス停は、浦山と木和橋停留所がもより、釣り橋の旧船橋、右岸上流側より望む。 橋が架けられる以前は単に、私と呼ばれた無名の都船場が、旧船橋のやや下流側のあたりに存在していた。都船に使用されていた船は、川漁師が船頭を務める遊漁船で、漁郎のついでということもあり、都船料は無賃であったが、お礼を支払う者もいた。また、秩父34カ所の巡礼の際にも利用されていた。この都船場は1930年頃に廃止されている。 路線は、大水の際は、運行不能となるため、現在の橋の150メートル上流側の位置である、現在の荒川総合運動公園体育館付近2933年に、橋長85.0メートル、福音2.7メートルの旧と萌川橋によく似た、釣り橋が、船村の落合地区及び、栗原地区により仮設され、船橋と命名された。歩行者のほか、 自動車などの車両の通行も可能であった。首都は、公正で、トラス構造を持ち、欄干は、鉄製で桁の両側に、台風策及び台風施策と呼ばれる、桁の横変異とよじでを抑制するための鉄策が、も、この吊り橋の開通によって、船地区の発展に寄与してきたが、老朽化により通行制限が実施され、歩行者専用の橋となった。この橋は、 奥秩父において最後の吊り橋であったが1982年12月の永久橋の開通により廃止され1983年3月に撤去された。旧船橋の左岸橋台の遺構が残る。現在旧橋とほぼ同じ場所にコンクリート製の丸い柱が稼働に飛び石状に廃された中の橋がある。また、1982年11月には、 新しい船橋の仮設を記念してその歴史を記した船橋竣工記念碑が佐賀川橋詰めの旧橋と新橋の取り付け道路の合流点の場所にある落合公会堂に設立されている。右岸上流側より望む現在の船橋。旧橋が車両の通行が不能になったため、1970年にな地区より永久橋への掛け替えの請願書が秩父市及び、 秩父市議会議長に提出され、秩父市議会においてこれが採択されたことにより、建設省より、協梁整備事業の承認を受け、国庫補助事業として、秩父市が事業主体となり、総事業費6億600万円を投じて1977年10月に着工されることとなった。なお、1978年から1981年3月に、かけて元橋と、 同時進行で、市内の同じ荒川に、和道大橋が建設され、これは総事業費の3分の2の国庫補助を受けたとはいえ、永久橋の同時仮設は、埼玉県内の自治体でも前例がなく、地方自治体などの関係機関の注目を浴びた。新橋の監修管理は、秩父市建設部土木化、調査測量は、南建設、設計は長大橋設計センターが行い、 新橋の施向会社は、上武校の施向は、住友建設、下武校は、真組及び斎藤、大田建設が担当した。また、取り付け道路の施向は、斎藤組及び大野建設が担当した。新橋は、急強の150メートル下流側である、現在の位置に、当時としては、稀な PC ポストテンション方式箱下橋として、かけられ、仮設工法として、 リビダーク工法が用いられた。新橋は1982年11月30日に竣工し、同年12月21日に開通した。これが現在の船橋である。また、橋の仮設に並行して、左右両岸に総延長220メートルの取り付け道路が整備された。渡り染め式は同年12月21日の10時30分より行われ、 三組の三大夫婦による渡り染めが行われた。開通当時は秩父市と荒川村を結ぶ橋であったが、荒川村は2005年4月1日に秩父市と合併したため、両岸とも秩父市となった。船橋より下流方向を望む、右岸上流側より望む中の橋。奥に船橋が、左端に旧船橋の兄弟跡がある。付近の荒川は、 河岸球域にあり、下流側の共栄川橋にかけて大きく潜入蛇行しながら北へ流れている。左岸側は蛇行の内側で砂礫が堆積した200から300メートルの幅を持つ河原を形成し、滑走斜面を有した比較的焼けた緩やかな地形に対し、右岸側は境愛で切り立った断球崖を海岸上に形成した急峻な地形である。また、 サス面積の減少と川床低下による旋屈や、河竹崩壊が進み、サスの固定化による樹林化が見られる。付近の川床の平均勾配は4から6、パーミルである。約200メートル下流側で浦山川が、右岸川より合流する。船橋の下流側は2004年に策定された市の、柳大橋上下流域荒川清流、保全実施計画の対象地域に接しており、 その地域の河川区域に指定された柳大橋上下流域荒川清流保全区域も近くにある。船橋から下流側の柳大橋にかけて浸水公園を整備する計画がある。ありがとうございます。